はい、こんにちは、佐藤博郎です。会社を休んで三国志の勉強をしています。でどうやって勉強するかというとですね、早稲田大学の大学院に通って三国志の研究を習っているという状態であります。で実際ですね、今大学院に出席しているんですが、よくですね友達から言われるんです。わざわざですね大学院に行く必要があるのかとかですね、三国志を習うってなんだよとかですね、よくわからんというふうに言われて困ることが多いです。で特にですね、歴史を、まあ、三国志に限らず、歴史を勉強したいっていう方々、まあ、それは、私のようなですね、まあ、私は今38歳の社会人で会社を休んで研究しているわけですが、それだけではなくて、中学生、高校生の方々に向かって、この動画が届けばいいなというふうに思っています。というのも、歴史が好きな中学生、高校生ってたくさんいると思うんですよ。で、大学ってですね、歴史を学べる場所って文学部という場所が、それに主に当たるんですけど、まあ、そこに進学して、歴史を学んでみたいというふうな気持ちがあり、まあ、僕なんかそうだったんですよね、昔。で、そうだったんですけど、まあね、わざわざ大学なんか行かなくても、歴史に関する情報は巷にいくらでもあるし、また、もしかしたらですね、就職が不利になるんじゃないかといったですね、心配事もあるんじゃないかなというふうに思います。また、進学先を決めるにあたってですね、親御さんの理解を得る必要があるっていうですね、ハードルがあるんじゃないかなと思います。まあ、親御さんから見ていると、自分のですね、家の子供がですね、歴史が好きで、まあ、とても知識が豊富であったりとか、関連する作品とかをたくさん見ているというのはわかるんですけど、大学まで行って勉強しなくてもいいんじゃないとかですね、大学院に行くなんて、論外だよとかですね、まあ、そういった意見を、お持ちの親御さん、まあ、親御さんにですね、社会的な、またですね、学問に関する知識があればあるほど、そういった、マイナスの反応があるんじゃないかなというふうに思っています。ですから、まあ、大学もしくは大学院に行って、歴史を学ぶというのはどんなことなのか、まあ、そこでしかできないことって何かあるのっていうことについて、お話をしたいと思います。ですから、中学生高校生の方はですね、まあ、親御さんに今説明する必要があった時にですね、この動画で聞いたことっていうのを、まあ、そのまま言っても仕方がないと思うんですけど、思い出していただければというふうに思います。で、一つ、私、社会人15年ぐらいやってる会社員なんですけど、まあ、安心のために言わせていただくと、大学で文学部に進む、まあ、私、大阪大学文学部卒なんですけど、文学部に進むことが、社会に出るとき、まあ、その就職活動とか、あと、働く中での実際の日々のやり取りとか、もっと言えば出世競争とかですね、そういったものに不利に働くんじゃないかなっていうですね、心配は潰しておきたいというふうに思うんですが、結論は有利にはならないですが、不利にもなりませんというのがですね、日本社会の多くの会社の実態ではないかなというふうに思います。というのも、多くの会社、一部のですね、理系の専門職を除けば、大学で何を勉強したかってあんまり関係ないし問われないんですよ。で、仕事にも影響しないし、まあ、なかなか難しいんですけど、大学で学んだことをあんまり持ち込んでほしくないとかですね、あまり持ち込むとですね、空気が読めないっていうことで、まあ、いじめられはしませんが、あまり有利に働かないということがありますので、大学ぐらいはですね、自分の好きな分野があるんだったら、それを極めるための勉強をしてみてもいいんじゃないかなというふうに私は思っています。私の場合は文学部に進んで、日本史学をですね、専攻して、その後すぐ就職して、今に至って、まあ、会社を15年ぐらい勤めた上で、改めてですね、大学院に出席しているという状態なんですけれども、まあ、そんな私から見て、じゃあ大学、もしくは大学院に行かないと、文学部に行かないと、どんなことが学べ、どんな、行かないと、どんなことが学べないのか、つまりそこでしかできないことって何かということをお話しします。大学の先生ってどうしてもですね、中にずっといらっしゃるので、まあ、そういった外部の目線を、まあ、盛り込むといいますか、持ち込むことが苦手でありまして、で彼らはもともとですね、おそらく歴史好きの少年少女であって、で文学部のようなですね、学部に進んで、そのまま、大学院に進んで、大学院の中で修士課程、博士課程と進んで、教職といいますか、教職じゃないですね、アカデミックポスト、大学の先生になったという方が多いのでありますから、まあ、こんな話をする必要もないし、してくれと言われてもなかなかできない方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、じゃあ大学もしくは大学院に行かないと学べない歴史学のことってどんなことかなっていうことを、まあ、感触だけでもお伝えしたいと思っています。
で、いきなりですね、歴史学の話をするのもちょっとしんどいというふうに思いますので、例え話をしたいと思います。例えば、超小型のラジオを想像してください。トイカとかのですね、交通系のカードみたいな薄っぺらいラジオとかですね、あと指一本分ぐらいしかないような大きさの、ちっちゃいラジオというものが売っています。で、Amazon でさっき検索したんですけど、まあ、2000円から3000円ぐらいで、ラジオの、単体の機能の、商品が売っていました。まあ、スマホでラジオ聞けるじゃんっていう時代かもしれませんが、災害時にですね、ラジオがあるとですね、便利だったりするので、まだ商品としては、生きている、売っている状態のようです。で、このですね、超小型ラジオというものをですね、捕まえて、で、まあ材料のプラスチック、まあ小さいから材料が少ないわけでありまして、で、金属の部品が使われているにせよですね、その、原価、材料費はおそらく10円とか20円ではないかというふうに思います。まあ希少金属、レアメタルとかが使われてはいないと思いますし、プラスチックなんか、ただ同然ではないかなというふうな、感触ですから、それをですね、材料費が10円なのに、1000円で売るなんてぼったくりじゃないかみたいなですね、そういった、まあ、ことをおっしゃる方が一部インターネット上にはいらっしゃいます。で、まあ、そんな方々に対してですね、まあ、どんな反論ができるかというとですね、まあ、材料費に当たる10円、まあ、もしくはその2倍に当たる20円を渡しますから、差し上げますから、同じものをですね、作ってくださいというふうに言うと、それはできないのじゃないかなというふうに思います。で、なぜ作らないかというと、ラジオを作るというのは、材料だけで成り立っているわけではなくて、基礎的な技術的な研究開発とか、どんな商品にしようかっていうデザインとか設計、これは機能面だけではなくて、品質、音質とかですね、耐久テスト、長持ちをするかとか、電力をどれぐらい食うか、電池とか充電がどれぐらい持つのかとか、また材料を調達するとか、製造ラインを作る、組むといったことをするノウハウとか、その実行が必要になります。で、材料をですね、買うのは大抵別の会社から買ったりとか、製造ラインというのも当然全部手作業でやるわけではないから、製造に必要な機械を買って、で、それを設置してですね、で、そこで働いていただく方々を雇って、で、作るといったことが必要になりますし、まあ、その、用意した上での製造とか品質検査といったものも必要になってきますし、まあ、それを販売ルートに乗せていくといった人とのつながり、社会とのつながりも必要になってきて、ようやく込み込みでですね、まあ、物単体で見れば800円、流通などのコストも含めると、ようやく1000円で届くのかなというのが、小型ラジオの市場ではないかというふうに思います。細かい数字は適当ですが、大体合ってると思います。で、このようにですね、ラジオの例え話をしたわけですが、三国志に限らず、まあ、学校で皆さん、歴史教科書ってあると思うんですけど、歴史を習うというものとかですね、まあ、解説書とか、参考書、用語集とか、また、巷に出ているですね、ウェブサイトの歴史に関する情報というのも、実は、この小型ラジオと同じような性質を持っているということを、ご理解いただきたいと思います。で、比喩とですね、本題を結びつけていくので、ちょっと、頭が痛くなるかもしれませんが、この超小型ラジオのですね、材料費に当たる部分というのは、歴史の記述とか歴史の本に関して言うのであれば、情報がこれに当たると思います。例えば、徳川家康という人がいて、1603年ですか、に、征夷大将軍に任命されてみたいなですね、情報。まあ、こういったですね、断片、情報だけならばですね、子供のお小遣いどころか、まあ、ほぼ無料で手に入る時代になっています。で、まあ、なぜ、ただかというと、インターネットなんですけど、まあ、インターネットの発達によって、情報の値段は限りなくゼロに近づいてきていると思います。ですから、まあ、そのラジオを構成する部品、また、歴史の、記述、本を構成する情報というものは、まあ、限りなくゼロに近い。まあ、ラジオで言うんだったら、誰でも持ち帰っていいですよっていうですね、プラスチックとか、金属の部品がですね、まあ、段ボールにドサッと置かれていて、好きに持ち帰っていいですよって言われているような状態に近いんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあですね、情報はまあほぼただになりました。インターネットで検索すればですね、無限に情報が出てきます。だったら、誰にでも歴史が書けるのか。例えばその教科書の記述にと同じものがですね、誰にでもネットさえ使えれば書けるのかというと、そういうことではありません。なぜならですね、材料がタダであっても、それを組み上げて一つの価値があるものにするためには、様々な準備とか、人とのつながり、社会とのつながり、ノウハウが必要だからであります。
で、インターネットにはですね、まあこれもインターネット経由で発信しているので恐縮なんですけど、三国志に限らず歴史のですね、解説記事とか解説動画というものが無限に落ちています。で、ですから、大学院まで行ってわざわざ習うってなんだっていうふうに思うんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、そのような反論が予想されますし、まあ親御さんもですね、そこを疑問に思われるんじゃないかなというふうに思います。で、しかし、まあインターネットにあるですね、歴史の情報というのは玉石混交といいますか、まあ瓦礫の山でありまして、ほぼただである反面ですね、価値があるものが少ないのではないかなというふうに思います。例えば、ラジオに例えるならば、見せかけだけはラジオと同じ形をしているが中身が、空っぽで音が鳴らなかったりとか、音は鳴るけどすぐに壊れたりとか、まあサイズがものすごくごっつくて、音は聞こえるんですけど、まあなかなかですね、品質が安定しないとか、持ち運びに不便といったですね、まあそういったものが、歴史に関しても同じことが言えて、たくさん情報は出ているんですが、出ている情報は玉石混交であり、例えば皆さんが学校で習っている教科書のようなですね、練り上げられた歴史の正確な情報というのを得ていく、そしてそれを作っていくのは、独自のノウハウが必要だったりします。この辺、職人芸と言われている領域であったりしまして、で、今インターネットでですね、あらゆるノウハウが、まあ、クラウド上に上がっているとか、YouTube で検索すれば、料理の仕方からですね、物の作り方、キャンプの仕方まで、ウェブ上で手に入ると言われている時代かもしれませんが、じゃあ、ウェブだけの情報で小型ラジオを組めるのか、というと、必ずしもそうではないというふうに思います。で、ラジオの比喩でいくとですね、企業を立ち上げて、様々なですね、基礎的な、技術と人間関係と、社会との関係を作った上で、それを回していかないと、小型ラジオ、質の高いものは作れないと言いましたが、大学でも同じでして、そもそも、歴史を、研究するためには、勉強するためにはですね、必要のなる基礎的なスキルっていうのが、昔の文章を読む、でも古文書って言ったりもしますが、まあ、資料という言い方もしますが、そういったものを正確に読んでいくための技術、基礎的な体力、また本を正確に読む、本というのは研究者が書いた論文、学術論文と言われているものがありますが、それを正しく、どんなルールで書かれているかを理解して、それを適切に読み解いて、それに対してルールを守って批判を加えていく、自分の意見を付け加えていくとか、自分で何がしかのですね、考えたことを文章にまとめたら、その文章を書くには様々なルールがありますし、その文章で言っていることがルールを踏まえていても内容がですね、新しみがないとか価値がないとか不正確であるとか、そういった批判を受けて訓練を受けていく、まあ、あたかもですね、刀鍛冶が刀をカンカン叩いていくようにですね、文章を鍛えていくということも、残念ながら必要であります。また、そのですね、様々な資料とか論文にアクセスするためには、図書館に行かなきゃいけないんですけど、図書館もですね、まあ、一般向けに開かれている大学図書館もいっぱいありますが、じゃあ、本棚の前に立てばそれを有効に使えるかというとそうではなくて、図書館の本を、使うためのノウハウというのもですね、習わなければわからないという、ことが実態であります。で、それを踏まえて研究を、まあ、5年、10年かけてしていく。まあ進学、大学院に進学しなければ卒業論文というものを4年生の時に書かされるんですが、まあ実際に自分論文を書いてみるという時にもですね、様々なノウハウを教授にですね、叩き込まれながらやっていかなければものにならないわけでありまして。で、その論文を積み重ねていた結果、一つゴールとして今皆さんが手に入るのが歴史教科書だったりするわけですけど、その歴史教科書を作るためには、まあ、歴史教科書は様々な学者が書いているんですけど、その書いている学者も誰が書いてもいいわけではなくて、その業界といいますか、学問の世界で、十分なネームバリューがあるというか、実績が認められて、かつ、まあ、政治力があってですね、で、知見が評価されている人、社会的な影響力がある人というのが歴史教科書を書いています。まあ、だから中高生の方はですね、見ることはまずないと思うんですけど、教科書の一番最後にですね、執筆者、著者がですね、出てきたりしますが、それを見ると、大学で学んでみるとですね、あ、この先生が書いていたのか、みたいなですね、発見があったりするんですけど、まあ、そういった、いいか悪いかは別としてクローズドな、閉鎖的な職人芸の、密室の世界というのが、歴史という学問、まあ、歴史に限らずですね、あらゆる学問って実はそうなんじゃないかなというふうに思うんですが、インターネット上の、切り張りされた情報とか
また、ウェブで、YouTube で手に入るようなノウハウでは、とても身につくことができない、専門的な、ことがたくさんある、多分にあるので、それが大学、もしくは大学院に行って学べることであります。うん。で、なんでですね、この小型ラジオみたいなですね、皆さんがあまり馴染みがない、もので話をしたかっていうのは、ちょっと、私なりに考えがありまして、例えば、馴染みがある、小型のガジェットといいますか、機械というと、スマホなんじゃないかなというふうに思います。で、この動画もですね、皆さん、スマホを使ってご覧になっている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、スマホって、なかなかですね、素人レベルで、作ることは不可能でして、ガラスの板と幾ばくかのプラスチックとですね、金属部品があればできるかというと、正直個人が作るというレベルの、製品ではないかなというふうに思います。で、スマホをですね、比喩にしてしまうと、もうそもそもスマホを作るのは一部の特権的なですね、めちゃくちゃ高度な技術を持ったメーカーだけなんですけど、まあそれになぞらえてしまうと、歴史を書くことができる、ね、勉強して発信することができるのは、一握りの特権階級の仕事みたいな風になってしまって、まあその比喩は私は好まないんですよ。で、ラジオぐらいにすれば、子供たちがですね、電子工作で作ったりすることができるものですから、まあ、大学院に行かなくても、かろうじて歴史に関して調べ物をして自分なりの意見を発信していくことができるという、まあ、距離感、難易度という意味でラジオの比喩を持ってきたわけです。で、ラジオはかろうじて聞こえるものは作れるかもしれないんですが、じゃあ、大量生産品の小型ラジオ、カードのようなラジオを作れるかというと、やっぱりそれは無理なので、そのレベルを求めるんだったら大学への進学をお勧めしますということになります。で、素人が歴史を書くっていうことはなかなか難しいんですけど、数年前にあったトラブルでお話をしますと、ある売れっ子の作家、まあ歴史、日本史に関するですね、昔の話を書いたことがある作家さんが、日本の歴史をですね、あたかも教科書のように書いた、書物、分厚い書物がありまして、これがですね、大変ひどい内容でありました。まあ一番有名な批判で言うと、ウィキペディアのですね、丸写しであるとかですね、いう話があって、まあ実際丸写しはしていましたし、丸写しして何が悪いんだみたいなメッセージもあったと思うんですけど、そのあたりがですね、今の話にぴったりくるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ情報自体はただで落ちてます。だからそれが誰が組み立てようが自由だ、同じだとかですね、特に訓練、特別な訓練を受けていなくても、組み立てることができるんだという主張は一種成り立つんですが、じゃあそれが歴史教科書と同じレベルのですね、正確さと、他人からの批判に耐えるものであるのかというと、甚だ心もとなくて、問題になった本で言うとですね、何回も版を重ねる、テキストのですね、改変を行って、なんか切り張りしているうちにですね、何が本体だかよくわからなくなったといったことがあって、で、ブームが去っていったっていうことがあったんですけど、まあ、売れれば何でもいいんだっていう意見もあるでしょうが、つまりラジオだったら、聞こえれば、ただに近い部品を組み立てて聞こえれば何でもいいんだというのは一つ開き直った意見としてはあるかもしれませんが、歴史が好きな皆さんが良識を持って、プロのレベルで専門的なノウハウを学んでみたい、そして自分も教科書レベルのですね、批判に耐えうる、学問、学識を身につけたいということであれば、進学をお勧めしますし、そこでしか手に入らないノウハウというのは未だに健在であるということであります。まあ、それは、企業が自分の研究開発現場にですね、カメラを入れることは、まあ、テレビ取材でたまにあるかもしれませんが、基本秘密にされてますし、製造ラインも工場見学ぐらいはするかもしれませんが、全部のノウハウを開示しているわけではなくて、専門家のお金儲け、企業の価値の源泉でありますから、クローズであるように、学問というのも、そういう側面がある。というお話でありました。うん、まあ中高生の方々を念頭にして、まあ中高生の方々っていうとですね、まあ自分から見ると、私から見ると20年以上前だったりするんですが、私も20年以上前は中高生でありましたから、当時こんな話が聞ければですね、もうちょっと見通しが立ったかなっていうふうに思ったこと、まあ当時聞きたかったであろうことをこのように、まあテクノロジーの力を借りてですね、発信をしてみたという次第であります。まあ一人でも参考になったというですね、方がいらっしゃれば、まあその方の年齢に関わらず、このおしゃべりをした回があったかなというふうに思います。はい、終わりです。ありがとうございます。